あの子はだね、2回目めっちゃ面白かったですよ。ああ、チカシゲさんも見に行ったって言ってた。あ、言ってた今日な、うん、チカシゲさんとホラーってなかなか見つかる。それな、どんな反応してんやろ。めっちゃ気になる。それこそよくある試写会でさ、捉えてるやつみたいな、チカシゲさんにやってほしいな。なんでやねん。あの子は誰や。ネタバレなるから話せん。いや、見たっけホノピー。え、見た。ホノピーって怖いのいけるん。え、無理やからほぼこれ。え、マジで。そうなん、意外。めっちゃ笑ってそう。笑ってそうってなんだ。サイコパスやん普通に。あのさ、映画で笑う。でもあれめっちゃ現実的にどうやって撮ってんねやろうって考えちゃう。合成かなみたいな。なるほどね。考えちゃう。確かに確かに。私の弟も見に行って、見に行ったらしくて、そうなんや。友達、男の子の友達2人で見に行ったらしいねんけど、弟かわいい泣いたらしい。かわいい。泣いたらしい。怖くて。泣いたとかかわいい。高校生やで。弟。高校生で泣いた、かわいすぎ。3歳差の弟が怖すぎて泣いたって言ってました。かわいい。やばくない？それぐらい怖かった、それぐらい怖いみたいです。私はちなみにこうやってたからって言ってた。ただ若やってんけど、若に今何今何若今誰おあれ誰あれって私マジでさ、マジであかんねんけどさ、うん、映画館でさめっちゃ喋っちゃうねん。あかんて。え、一人でだから、うん、一人で行ったら集中できんねんけど、うん、誰かと一緒におったら喋っちゃうから集中できん、うん、小声でちゃんと小声で今何あったっけ、あれやばいやんやばいやんって言っちゃう。おもろ。確かにホーピー絶叫系も苦手やもんな。そう、もう喋っちゃうからあかんねん。映画誰かと言った、だから一人映画の方が好き。なるほど、一人なんや、うん、めっちゃね、ずっとポップコーンをどれだけ音鳴らさずに食べるか頑張ってた。ポップコーンって意外とさ、そんなにさ音鳴ってなくない。自分は気になるけど。あ、自分が気になるだけなんだな。そうそうそう、めっちゃシャキシャキになっちゃう。シャキシャキ、それはわかる。若内心起こせたかも。でも若に始まる前に隣に座るんやったら絶対話しかけんでって言ってちゃんと言っとくんや、まあ、でもみたいな感じやったけど誰かと喋ったらジェットコースターも行けるじゃない。絶対無理、マジで一生乗らへん普通に。え、なんでよ。みんなに言われるけど乗らへん。ほんまに楽しいって乗らへん。